フェルスモルトは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、デトモルト行政管区のギュータースロー郡に属す市である。フェルスモルトは、ミュンスターラントとオスト・ウェストファーレンとの境界にあたる、エムスザント・エーベネに位置する、トイトブルクの森の南ウェストファーレン盆地にあたる。市内の高低差は小さく、最高地点は、アウトバーン a 十三号線のインターチェンジナンバー、 のすぐ近くの海抜100メートルの地点であり、最低地点は、鉄ーの南西でヘッセル川が、本市から離れる地点の海抜59メートルである。遺ンが地域を南北に分けている。最寄りの大きな町としては、26キロメートル離れた、ギュータースロー、それぞれ32キロメートルの距離にあるビーレフェルトと、オスナブディック、46キロメートル離れたミュンスターがある。 フェルスモルトの地熱分布土中心層部には、歴性炭層の粘土岩や砂岩がある。この地層は、中世代の石灰岩の上に積もった、厚さ1メートルから1700メートルの、泥灰岩層で覆われている。こうした岩盤は、厚さ30メートル程度の表記の荒い地層で、完全に覆われている。フェルスモルトの北部と東部は、その大部分が、ザーアレ表記のモレーンである。 フェルスモルトの南部では砂状でシルト質のバイヒゼル表記の堆積物である。ヘッセル川の谷の草地には新しく腐食土に富んだ砂と粘土質のシルト、それに低層湿地を形成しているデータンドが散発的に現れる。粘土質の堆積物はかつてレンガを焼く原料として利用されていた。祭流から中流の砂の堆積物は 建築資材の製造や道路建設材料として利用するために採掘されている。フェルスモルトの地域は地熱ゾンデによる地熱源やヒートポンプによる地熱採取については良好から極めて良好な状態にある。本市の面積は85.57平方キロメートルである。地域の大きな部分を農耕地と森林が占めており、その合計は地域全体の 約七十八点九パーセントを占める。住宅地と交通用地の占有率は合計で約十五点二パーセントである。南北の最大幅は約十三点二キロメートル、東西のそれは約九点六キロメートルである。フェルスモルト市は、北西はバートラーエル、北はバートローテンフェルデ及びディッセンアムトイトブルガーバルト、北東はボルクホルツハウゼン、東はハレ。 南は、ハルゼー・ビンケル、西は、ザッセンベルクと境を接している。基本条例3アブス1によれば、フェルスモルトは6つの市区で構成される。フェルスモルトは、中央ヨーロッパの温帯気候に属している。アダイ西洋性海洋性気候地域に位置している。冬は、大西洋の影響でおおむね穏やかであり、夏は、かなり暑い。アダイ西洋性海洋性気候地域に位置することから、 年間を通じて湿潤で比較的均一に降水がある。フェルスモルト速攻所における年間降水量の長期平均値は767ミ、mm、リメートルでドイツの平均値よりも多いが北東地域の速攻地点よりはかなり少ない。高度が上がることで降水が起こるトイトブルクの森の降水機能によりこの方面では降水量は年間1200ミ、mm、リメートルに及ぶ。 フェルスモルトはオストベストファーレンでは比較的温暖なベストファーレン盆地に位置している。年間平均気温は9摂取9.5度である。フェルスモルトは1996年にキルヒシュピールとして初めて文献に記録されており、この地域で最も古い定住地の一つに数えられている。オスナブリック市教区とミュンスター市教区との境界に位置することから、 中世世紀頃のフェルスモルトは、領主教官の所領紛争の的であった。住民たちはこれに対抗して、可能な限り自己防衛するために、聖ペトリ教会は、自衛協会として建設された。1277年に、ラーベンソベルク博が、フェルスモルト周辺地域の領主権を確保し、この紛争はやっと終結した。博は、グーとカルデンホーフを狩領の館とした。 現在この館は存在しない。これによりフェルスモルトは常実の両主教区の干渉地域となった。この村はオスナブルック主教区との境界となり、現在もノルトラインウェストファーレン州とニーダーザクセン州との宗教となっている。フェルスモルトはラーベンスベルク伯領の一部として、1614年にブランデンブルクプロイセン領となった。フェルスモルトは1719年に プロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム一世によって都市圏を授けられた。リンネル織商人が住み着いたことによりこの町は急速に発展し、この地域にすでに長い間広く行われていたリンネル織及びリンネル糸の交易中心地に成長した。特に穂布が製造されていた。穂布製造と販売は19世紀半ばまで繁栄を。 続けたが、その後イングランドから機械売りの面布が増加することで衰退していった。その結果、古くからこの地方で広く行われていた農家の伝統である豚の飼育の形を取った。食肉加工業が盛んになり、根底からの構造改革が起こった。フェルスモルト周辺地域の特に農業利用に適さない、多くの痩せた土地は豚の飼育に公的であった。 このため農家の豚は森で育てられた。森で実るオークやブナのどんぐりが餌となった。こうした餌で肉は上質になり、急速に需要が増え続けるハム、メットブルスとベーコンに加工された。19世紀末からゆっくりと農家での食肉加工の機械化がなされ、家畜の数は何倍にもなった。こうしたプロセスで農場は拡大してゆき、徐々に企業化されていった。 これに伴って20世紀になると土砂業者、創生時製造業者、放送業者、輸送業者といった専門業への細分化が徐々に進行した。1973年以前、この地域にはアムト・フェルスモルトの6市町村、ボックホルスト、ヘッセル大避、ロクステン、エスターベーク、ペッケロー、フェルスモルト市があった。ペッケローはフェルスモルト市と境を接していた。 1960年4月1日、フェルスモルトとペッケローを隔てていた市町境の変更が行われた。この境界変更によって、ペッケローやフェルスモルトの該当地域に住んでいた住民の所属も変更になった。この変更では、フェルスモルトは当時の地域のうち約3ヘクタールを失い、ペッケローが3ヘクタール拡大した。 ノルト・ベスト・ファーレン州の地域再編に伴うビーレフェルト・ポーの発行により、1973年1月1日にアムト・フェルスモルトのボック・ホルスと、ヘッセル大妃、ロクステン、エスター・ベーク、ペッケローは新たなフェルスモルト市に合併した。アムト・フェルスモルトは廃止され、フェルスモルト市がその権利継承者となった。福音主義の教区教会セペトリ教会16世紀の 宗教改革による大変革はフェルスモルトを含むラーベンスベルク伯領にも徐々に浸透し、その後旧ハレ軍全体がそうであったように、フェルスモルトの住民たちはおおむね福音主義ルター派を信仰した。福音主義教会はいずれもハレ教会クライスに属し、カトリック教会はリートベルクビーデンブリュック主席司祭区に属す。フェルスモルトの人口推移。下の青線が 各時点の地域における人口推移、上の黒線が現在の地域にあたる地域の人口推移である。右のグラフは各時点の地域における人口推移と現在の地域にあたる地域の人口推移を示している。地域は周辺町村と合併した1969年7月1日に大きく変更され、1973年1月1日に 小規模な変更がなされた。1970年までと1987年の数値は人口調査の結果であり、1975年以降の数値は州のデータ管理、統計局の公式研究結果である。1975年から1985年までは推定値、1990年以降は1987年の人口調査結果に基づく、 水景地である。フェルスモルトは、衆議会議員選挙では、ギュータースローアイ、ビーレフェルト3選挙区に属す。フェルスモルト市長者フェルスモルトの市議会は34議席で、これに市長が議長として加わる。本市の市長は、ミハエル・マイア・ヘルマンである。彼は2014年の市長選挙で53.96%の票を得て市長に選出された。 本紙の紋章は1939年6月19日から使用されている。1973年12月18日、デトモルト行政官区長官によって紋章、旗、上りの使用が改めて認可された。紋章の図柄、銀字に赤い逆 V 字図形。その下部には、どこにも接しない赤い斜め十字。解説、赤い逆 V 字図形は、 フェルスモルトが何世紀もの間属していたラーベンスベルク白領を想起させる。十字は死の中心部の石に彫り込まれた地元のシンボルである。1939年以前フェルスモルトはラーベンスベルク白領の紋章を改変することなく用いていた。上り、長辺と平行に赤と白に,に分割。上部三分の一に死の紋章。旗。 長辺と平行に赤と白に2分割。中央旗ざおよりに死の紋章。また、フェルスモルトは死の紋章が描かれた印象を用いている。また、2010年からセルビアの保養地、バードニークと協力協定を結んでいる。この他に、フェルスモルト氏は2013年4月からノルトラインベストファー練習のヨーロッパ活動自治体の称号を有している。この称号は、 模範的なヨーロッパ活動に対して、州首相、ハンネローレ・クラフトによって与えられた。フェルスモルトの豚の泉フェルスモルダー、トゥールネーエンテアターは、年に2演目、それぞれ4公演を国内で有名な俳優を迎えて、上演しており、地域を超えた観客に、支持されている。下記には、金曜日の午後に、マルクト広場の豚の泉前で、演芸公演が行われている。 フェルスモルト郷土博物館は、多くの文館を含む建築複合体に、食肉加工業、フェルスモルトの歴史といったテーマに関する文物や、地方文化史に関わる、日常品が展示されている。まず挙げるべきは、クリストフォルス青年室内合唱団である。この団体は1979年に、ハンス・ウルリヒ・ヘニングによって設立され、国内外のコンテストで1位を受賞。 国際的なコンサートシリーズに出演、様々な録音を発表している。また、声楽部門とオーケストラ部門を含む CJD ギムナジウムの音楽部門も特筆に値する。ペトリ協会の協会音楽も重要な文化的要素である。ここでは合唱、吹奏楽、オルガン音楽のコンサートが定期的に開催されている。伝統的な音楽活動では、 エスター・ベイク消防音楽隊がある。この音楽隊は2002年に創立100周年を迎えた。カントールハウス福音主義の教区教会である聖ペトリ教会は1096年に初めて文献に記録されている。現在の教会堂はもともとは13世紀に建てられた聖ミカエルに捧げられた短老式のボールと建築であったが後に三角形の内陣を持つ二老式の 後期ゴシック様式の教会堂に改築された。この教会は1683年に消失した後再建された。この時に木組の様式による東のハ風が作られた。1902年以後の改修の一環として交差切り妻屋根は設けられた。この頃にゴシック様式の階段ハ風を持つロマネスク様式の斎藤に新たに銅の長部が作られた。内部には 高シック様式のボールと絵画の痕跡が残されている。18世紀初めの講談、1772年の名を持つ、アライライバンがこの教会の長度である。シャンデリアには1681年の名がある。カントールハウスもこの教会の所有である。この建物は、先代の館が1804年に火事の犠牲になった後、1806年から1808年に、 かけて建設された。あとに、中便ン,ン大学の学長を務めるゴットフリーとメレンシュテットは、1912年にこの館で生まれた。かつて市長の役宅であったマイリーは、半節妻屋根をいただく、古典主義様式3階建ての漆喰塗りの建物である。この建物は1805年に、市長アントンダニエル・デリウスのために建設されたもので、現在はカフェとして利用されている。 ラーベンスベルガー通り7番地及び9番地市中心部の近代化後、わずかながら木組建築が残されている。最も古いのは、教会の近くミュンスター通り7番地に立つ、オルダーマンシェーハウスである。この建物のハフは持ち送りの2倍も突き出している。この建物は1602年の名を持ち、商店として利用されている。ラーベンスベルガー通りには2軒の木組建築がある。 7番地の半節つま屋根をいただく3階建ての建物は1789年にアントンフリードリ・ヒデリウスによって建設された。この建物は長い間薬局として利用されていた。隣の9番地も18世紀末頃に建設された切り妻屋根の建物である。両建物ともカフェに改造されている。フェルスモルトには他にも価値ある世俗建築がある。 市内中心部ベルリナー通りのビスマンスホーフは大変に良好な状態で保存された木組建築の家屋敷で農場建築や1750年建造の納屋も残されている。ハウスカーベンストローとは市の交流センターに改築された農場施設である。郷土博物館の建築群には修復されたホエルリングハウスがあり、 この中には日用品の歴史を物語るコレクションや工業化された食肉化工業に関する展示がなされている。博物館にはさらにパン焼き小屋もあり定期的に実演が行われている。さらにカフェ、アンティークの農機具を収めた車庫、歴史的なモデルに基づき製作された鍛冶屋などが博物館群に含まれる。フェルスモルトには1901年から私立公園がある。 この公園は、1843年、アーバッハ川と、その分流が作る中州に、企業家デリウス家が造成した私的な庭園を起源と、する。購入金額の2万ライヒスマルクは、フェルスモルト市と多くのクラブ、団体や、市民の寄付によって調達された。広さなのヘクタールの敷地には、現在、2面の大きな芝生広場があり、植栽がなされている。 特筆すべき貴重な植物として、ヨーロッパブナやユリの木が創設当時から保存されている。この他に、土着の樹木や、常緑のツツジを含む寒木の茂み、装飾花壇やバラ花壇がある。ここには、デリウス家が植えたセコイアの木もある。北部には、オークやブナの背の高い樹木の森がある。もともとは、デリウス家のガーデンハウスであった、園庭と1913年に増築された。 新古典主義様式のホールは、ビアガーデンの中心となっている。ビスマルクと皇帝ヴィルヘルム一世紀の記念碑が、それぞれ一体ずつ園内にあるが、現在は閉鎖された茂みの中に隠されている。フェルスモルトの自然保護区。緑の太線で囲まれた部分が、自然保護区である。フェルスモルトの南に位置する、フェルスモルダーブルーフは、アーカワとアルテヘッセル川。 ノイエヘッセル側の川淵の草地の間にあり、13世紀にはすでに記述されている。特にヨーロッパ藩の木が茂っているが、外来の交雑ポプラも植栽されている。ただ、ポプラはこの土地での生育に適しておらず、しばしば傷んでいて、キツツキが好んで幹にほらを作って、巣として利用している。この面積240ヘクタールの自然保護区は、牛タースロー群ンで3番目に、 大きな湿地保護区であり、ほぼ完全にノルトラインベストファーレン州の所有となっている。かつては秋から晩春まで湿原の大部分が水の下に沈んだが、河川の直線化や春節により様々な箇所で乾燥が起こっている。特に16世から18世紀にかけての開墾の結果、乾燥がこの湿地に起こった。農地の変化は、 現在の自然保護区周辺の環境に全く異なったキャラクターを与えた。湿地のエスターベイク地区にあるヤブや雑木林は現在も豊かに構造化された景観を示している。市内北部にはオストミュンスターラント地方の公園のような美しさを維持するためのザル全体ヒスハイで自然保護区のフェルスモルト部分が存在している。フェルスモルト市は地域のセントが 自然保護の対象となっている。本市のスポーツクラブは、シュポルト・フェライニングフェルスモルトに統合されている。幅広いスポーツ種目があり、例えばテニスや乗馬も楽しめる。フェルスモルトでは、国際テニストーナメント、ITF、フェルスモルトが開催される。フェルスモルトにおける、社会生活のピークは2月に行われる春の、今日開催、聖ペトリ氏、8月の、 第4週末に音楽、演芸、教会祭が行われるフェルスモルト都市フェスティバル6月の第1週末に開催される射撃祭である。7月の第2週末には仕立ての外プールで伝統的なフライバートパーティーが開催される。ボックホルストでは5月末のシュパーゲルマルクトが観光の目玉として始まった。さらに第三アドベントの週末には 教会前広場でクリスマスマーケットが開かれる。フェルスモルトの食肉製品、ソーセージは連邦中あるいはヨーロッパ中で知られており人気である。例えば、フェルスモルダー新剣、ボックホルスタークナックブルスとブルステブロート、アドベンツパステーテなどである。フェルスモルトは連邦アウトバーン A33 号線経由で特に北方向に交通の便が良い。 連邦道 B68 号線は、ニーダーザクセン州のオスナブディックとビーレフェルトとを結んでいる。南西方向では、隣の軍である、バーレンドルフ軍や上級中心都市ミューンスターに、連邦道 B476 号線で行くことが、できる。地方バスは、ギュータースロー、ハレ、ボルクホルツハウゼン及びバーレンドルフ域が、運行している。フェルスモルトは、運賃同盟。 デアゼクサーに加盟している。フェルスモルトからハレ及び、ボルクホルツハウゼンに行クバスは、ビールフェルト及びオスナブリュック行きの列車に接続する。この他、オスナブリュック交通会社がフェルスモルトから、オスナブリュック軍のバートローテンフェルで行きのバスを、ボス運賃で運行させている。トイトブルガーバルト鉄道イベンビューレンヘーフェルホーフ、の年に開業した、フェルスモルト駅は、 1977年から旅客近郊交通が廃止されているが、週に数本貨物列車がこの路線を通っている。また、特定の日には、トイコールエクスプレスを用いた保存鉄道の旅客車がイベンビューレンヘイフェルホーフ線を運行している。2010年現在、ギュータースローと隣のハルゼビンケルとの間に SPNV を復活させる計画が立案されているが、 これが将来フェルスモルトまで延伸されるかどうかは依然、未確定である。2011年9月以降、レンゲリヒへの軌道は土砂崩れのために破壊されていた。TWE の新たな所有者である、キャプトレーンドイチュラントが、この損壊部分を修繕しなかったため、2012年1月に、隣のバートラーエールで、アクティオンビュントニスプロ TWE が発足した。この団体は、特に、 トイトブルガー・バルト鉄道を延伸し、レジャー、観光用の交通機関として、これを活用することを目的としている。フェルスモルトの経済は、19世紀以降何段階もの構造の変革を経験した。19世紀初めには、住民のほとんどは自給自足で暮らしていた。1850年代から1860年代に、多くの家族がアメリカに移住した。その他の人々は、 収穫期の季節ごとにオランダに働きに出た。19世紀後半になるとリンネル産業に基づく家内労働が発展した。1871年のドイツ国建国によりこうした工業は重要性を増した。コンラート・ギルヘルム・デリウス &CO は海軍のホルノを製造しハンブルクやベルリンに代理店を構えた。現在の私立公園はかつては この裕福な市民一家の所有であった。第二次世界大戦後、経済は多様化した。家庭での蓄産から多くの食肉加工業者が設立された。下請け企業も成立した。数年前まで大手食肉加工業者は、小規模な事業者の独特の製品もその製品リストに加えていったのである。こうした家庭での蓄産から発展した。 オストベストファーレン独自の職業分野は、クラインフライシュヘンドラーと呼ばれた。フェルスモルトでの食品産業の進行により輸送力に、対する需要が拡大し、輸送業も発展した。同じく1950年代にフェルスモルトの起業家、グスタフ・バウムヘーファーによって靴メーカーが創業され、ラーベンスベルガー州へという商標で生産を始めた。 この会社は靴製造業の世界的な構造変革の煽りを受け1982年に閉鎖された。木材加工業分野のビールスベルケも第二次世界大戦後の多彩な企業の一つであった。この会社も1990年代に生産を停止した。日刊誌としてはノイエベストフェルシェの提携誌であるハラー・クライス・ブラッドとベスト・ファーレン・ブラッドの地方版にあたるフェルス・モルダー。 アンツァイガーが月曜日から土曜日まで毎日観光されている。両氏ともに独自の編集部をこの町に有している。ラジオについては地方放送局のラジオギュータースローが放送されている。代表的なサッカーポータルサイト indianfootbal.com はフェルスモルトにある。このポータルサイトは世界で最も有名なサッカーポータルサイトの一つであり。 フィファ公認のメディアである。フェルスモルト氏は市民のために様々なサービスを提供している。例えば、青年相談、薬物、中毒相談、家族、しつけ相談、結婚、生活相談などである。特筆すべきは、1998年1月1日に設けられた家族の家である。ギュータースロー軍生部首相。 晴れ協会クライス EV の社会奉仕活動団、カリタス会によって運営されている。この家に相談機能が統合されている。旧郵便局庁舎に入居している、私立図書館は約2万6000点のメディアを収蔵している。このうち2万4500点以上が書籍である。私立公園の近くにある屋内プールと野外プールを有するパルクバートは天候にかかわらず、 泳ぐ機会を市民に提供している。この町の病院はクリニックムラーベンスベルク GGMBH によって運営されていた。この経営母体は晴れにも要因を有している。フェルスモルトの施設は病床数90であったが2008年10月31日に閉鎖された。フェルスモルトは晴れ区裁判所の管区に含まれる。フェルスモルト消防団は 市内の消防を担っている。フェルスモルト地区、ボックホルスト地区、エスターベーク地区、ヘッセル対比地区に消防隊がある。この町には、総合学校を除くすべての形態の学校がある。市内には、基礎家庭学校が3校ある。存年修例ロクステンイコールボック共同学校、ペッケローエスターベーク、ヘッセル対比基礎家庭学校連合。 上級の学校としては、私立本家庭学校及び、養護学校のマティアス・クラウディウスシューレ、CJD、クリストフォルスシューレのギムナジウム及び、実家学校がある。ドイツキリスト教青年の村活動はさらに、2013年8月1日に、出前通り4番地とシュール通り14番地の、キャンパスでゼクンダーーレを開校した。2014年10月15日現在、 上記の学校には209人の教員と2740人の児童、生徒が在籍していた。児童、生徒のうち840人が基礎家庭学校、235人が本家庭学校、480人が実家学校、836人がギムラジウム、78人が養護学校に属していた。フェルスモルトは食肉産業で知られており、 食品製造に関わる多くの企業が存在している。最も有名な食肉加工業者がライナーとビルトマン、ネルケである。本市は冗談半分にベストファーレンのソーセージキッチンとかドイツの油染みとか呼ばれる。このため2006年からフェルスモルト氏も新たなスローガンでフェルスモルト、召し上がれ、と歌っている。食品流通業者ナーゲルグループは フェルスモルトに本社を置いている。この他に、この町の食品流通の大部分を収納する、フリゴローパ冷凍倉庫がある。ヨーロッパの王冠市場でおよそ10%のシェアを持つ、製造業者であるヘルムートブリューニングハウス社が、フェルスモルトに本社を置いている。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり。 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。戦時には、取り出となるような、堅牢な構造の境界道 ITF は、インターナショナルベストフリシャテニスマイスターシャフトンの略である。公式の名称は、ライナーとオープン。ありがとうございます。